はい、どうもかんチャンネルです。今回はですね、またえらいもんが出てきました。J の F の K、あそこの案の札の真実が出てきました。今のところは、一人がなんか売ってなくなったと言われてますけど、表情は売れてますけども、実際違うんじゃないか、角度的にもおかしいとかね、もろもろなんかあるんですけども、証人が出てきました。違いました。実際に売ったっていうのは、二人ですね、二人以上ですね、そういったことをこう証拠が出てきまして、どういうことかというと、まずもう貫通してませんだったりとか、そのもろもろですね、その横の J の F の K の横におったシークレットサービスの方がもう80歳超えてはるんですけども、もうこのタイミングで俺もう全部言うわということで、この方っていうのは、J の F の K を撃たれた後にずっと車とか一緒やったらしいんですよね。で、全部わかってるっていう、いやー、えらいもんが出てきましたので、最後にお伝えします。で、一個気になるのがですね、今 G20、やってますけども、インドの首相がですね、首脳宣言合意しましたと発言しました。なんか、まあ、みんなで話し合って決まったんかな、また全然違いまして、何も決まってへんのに決まりましたっていう宣言をしまして、日本政府がちょっと待てと、もうキムタク呼んでくんぞ言うて、俺そんなん合意してへんでっていう慌てふためくっていう、そんなことがありました。もう一つがイタリア首相なんですけども、その G20 の時に一帯一路、中国がね、今やってるあれに対する協定云々かんぬん非公式なんですけども、離脱しますと、あんたたちとは一緒にそういったことをやっていきませんっていうことで、イタリア首相が発表しましたね。そこの内容をお伝えしたいと思います。まずはインド首相ですね。インド首相大丈夫ですかというふうに思ってしまうんですけども、G20 の方で、まあいろいろその首脳が集まって列で話し合いをしていますが、何も決まってへんのにみんなで決まったで、言うて、発表してしまうっていう、あほか言うてね、ちょっと記事紹介します。世界中の報道関係者だけではなく、参加国関係者にとっても突然のお知らせが、届いたと、10日閉幕した主要G20 サミットでは、採択が危ぶまれていた首脳宣言が初日の討議の途中に発表されるという異例の展開を見せまして、日本政府も対応に追われたということなんでね、日本政府もいやそんなこと言ってへんでって、言うて慌てふためいてるんですけども、ほんまに言うてへんのかってね、逆にそっちの気になりますけども、我々のチームの懸命な努力と皆さんの協力のおかげで首脳宣言で合意に到達することができたといういいニュースがたった今入りましたと、これを発表しました。ここのが午後3時半、日本時間で言うと同日の午後7時になるんですけども、国連の持続可能な開発目標 SDGs ですね、こんなんいるんですかね、そこだったりとか健康などを討議する会合の冒頭、インドのモディ首相は突然首脳宣言が採択されたと宣言しました。なんかロボットかなんかなんですかね、なんかもうちょっと時間アラーム間違えたとかそんな感じで、言っちゃったりとか、普通考えられませんからね、合意してへんのに合意しましたってめちゃめちゃジャイアンですから。その同時刻、サミット会場近くのニューデリー中心部にあるホテルの会議室では、日本の外務省が同行記者に対してキッシーの発言内容を説明していました。まあ、キッシーも出席してこんなこと言うとったで言って、なんかポリポリしとったでってなんかそんなことを説明してたんですけども、その途中にですね言うたみたいなんですよね。モディさんの発言の真意を確かめると、外務省幹部は発言を聞いていないので何を言ったのか正直わからんと、少なくとも私がここに来るまではまとまっていなかったと驚いた表情で話しました。ある交渉関係者は、首脳声明に合意したなんて一切聞いていません、対外発言の前に G20 メンバーである我々には知らせてほしいと話しました。そして一言、驚いた、ちょっとふざけるなという感じを、関係者がですねこぼしてるんですけども、いやそのふざけるなで済むんですかっていう話ですね。世界的なね偉いさんたちが集まって決めようかって言うてるのに、決まってへんこと決められた、あんなちょっとなんかふざけんななと思うな、じゃないですからね。何かやれやってね、思ってしまいますけども。まあ、とりあえず、インドの首相、モディさんがですね、だいぶモディったっていう記事がありましたので、お伝えさせてもらいました。次はイタリアですね。イタリアもね、G20 の方でも中国なんかも知りませんと、首相は正式に発表しました。まあ、非正式には非公式には、なんですけども、まあ、伝えたということが分かりました。イタリアのメローニ首相は、中国の巨大経済圏構想一帯一路に関する投資協定から離脱する方針を中国の、李、首相ですね、それに非公式に伝えました。公式で伝えるやって思いますけども、まあ、とりあえず非公式で言ったらしいです。だからトイレの前かなんかでなんか喋
調べたんですかね、インドでは、G20 に出席した両首相は、9日に会談をしまして、メローニ首相がイタリアの離脱方針を李首相に語りました。事情に詳しい関係者が匿名を条件に明らかにしまして、イタリアは2019年一帯一路協定に正式に署名をしていまして、一帯一路は金平ちゃんが旗振り役となって進めている政策になりますが、金平ちゃんは今回 G20 サミット欠席します。メローニ首相は中国による貿易報復を警戒し、協定離脱の決定をどのように中国側に正式に表明するか決まるまでは時間をかけているということで、なんかちゃんと今非公式かもせえへんけども、ちゃんとお伝えしますよと、協定離脱しますと、いうことね、言うらしいんですね。だから中国がだいぶ孤立してきましたですね。で、今回の G20 の方では、まあ今その日本のその処理水云々に対してね、もろもろやってきてますけども、なんか言うてくるんかなと思ったら、一切日本を批判せえへんかった中国の首相がいるんですよね。これはこれでね、なんか怖いなっていうふうにも言われてますね。日本政府もですね、これに対してはさすがにおかしいと、中国がそんな言わへんわけないのに、どういうことやろうということで分析をね、進めますということも発表しました。インドで開幕した G20 サミットの会議では、中国が処理水をめぐる日本への批判をしてこなかったことが分かりました。日本政府は中国側の意図を慎重に分析しますということを発表しました。中国が黙ったら黙ったで、さすがにこれはおかしいということで分析するみたいですね。まあ中国の動きは全世界が注目していますので、また続報ばかり次第お伝えしたいと思います。で、あと全然別件なんですけども、クラウス・シュワブさん、まああっち側の人になりますけども、この人の発言が今結構注目されてまして、言った内容が、あと3年で人間にはマイクロ的なチップ、これを皮膚の中だったりとか脳の中に埋め込むようになりますっていうことを発表しました。今までこれもまあ陰謀やろって言われてたところですけども、あと3年ではそうなるみたいですね。我々の脳とデジタル空間でのそういったと直接通信するためにはそれがいるということを言ったみたいなんですよね。まあ、今後そういった世界が来るかもせえへんっていう記事がありましたので、お伝えさせてもらいました。で、最後に J の F の K ですね。ついにめくれてきましたですね。まあ今までその陰謀ちゃいますかとか、まあもろもろありましたけども、その真横におったシークレットサービスの方も全部見てるわけですから、その方がもう80歳超えて、もう言うわと、もう我慢ならんと、ここでね、発言しまして完璧な証拠になったということですね。60年の沈黙を破りまして、言いました。まずどういうことがもともとあったのかって言いますと、表上で言われているのは、オズのワルト、オズのワルトが打ちました、JLF の K に貫通しました。で、貫通した弾が横におったテキサス州の知事の方に当たった、まあ、ここまでが今言われている、表上で言われている内容でも、全然違いました。ざっくり言うと貫通なんかしてませんと。なったらそのシークレットサービス の暴露した方がですね、弾俺が持ったでと、貫通の背中に当たってなんかそこでもうとどまっとったらしくてですね、それを俺が取り上げたと、まあ、そういう発言をしましたので、じゃあ誰が他におったでしょと、誰かが売ってるでしょっていうことがね、これ証明されましたですね。いやー、えらいもん来ましたですね。ちょっと一旦記事紹介します。土曜日ですね、先週土曜日に88歳のポール・ランディスさん、この方がニューヨークタイムズとの独占インタビューに応じまして、あの時の J の F の K の内容を暴露しています。で、この方っていうのは、警護あのジャッキーさんね、奥さんですね、奥さんのケネの D の、警護を担当するシークレットサービスの職員だったということで、まあ、真横におった、もうすぐ横におった、その方になります。で、60年前に何が起こったのか、これ暴露をしまして、ざっくり言うと、亡霊委員会による、主張ですよね。先の貫通したとか、テキサスのあれの知事に当たったとか、そういう言い方がありますが、まずそれはありませんと。で、なったら、オズのワルト、あいつだけちゃいまんねんと、いうことも言いました。ウォーレン委員会の主張としましては、大の統領のリムジンに向けて、出ていった弾がですね、一発がケネの D の背中を撃っただけではなく、それを貫通して、テキサス州知事であったジョン・コナリーさん、この方の背中、胸、手首、あと太ももですかね、そこにも命中したと言われています。コナリーさんは、その時、ケネの D の隣に乗ってはった方になりますので、じゃあ貫通してへんにやったら、どの弾当たっとんねんってなってきますから、まあ、これはね、えらいこっちゃですね。で、
実際この飼育された、言った内容っていうのは、この弾丸弾はですね、魔法は何もなかったと。今その亡霊委員会が言ってるのは魔法説でありまして、考えられへんと。でそんなものは一切ありません。同氏によりますと、弾自体はケネの D の背中に当たったんですけども、まあ、装填が不十分で貫通できませんでした。で背中にこう留まってたということを言ってます。で大の棟梁の体からリムジンから降ろされる前に飛び出たということで、言ったら貫通して知事に当たってませんと、その場にからこう背中から取ったっていうそういう言い方をしました。さあ今表に出てきてる内容、全部嘘っぱちやないかということですね。で実際この甥っ子もう次の大の討論戦に出ると言われてるロバートさんですね、ロバートケネの D さん、この方もこの発言に対してやっぱりなと、俺が聞いてる内容とやっぱ一緒やなっていうことで、まあ、こういったところも一緒になってもやっていこうなと、まあ、そういう話もされておりましたので、いやーこういったね今まで陰謀と言われてた内容が変わってくるというタイミングが来ましたので、また続報分かり次第お伝えしたいと思います。本日以上になります。次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございます。